皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、11月27日、朝の9時33分ですね、アルマゲドン2022年というのをプライムビデオで見てたんですけども、なんか見覚えあるな本当にあれ2022で合ってますか、あの制作されたのアルマゲドン、その隕石が降ってくる年代が2022年って、作られたのはもっとだいぶ前なんじゃないかなと思うんですけども、見ていて思い出したんですよ。で、途中でね、心の声とかで、何でも核兵器で解決したらあかんっていう話とか。広島のとか言い始めたんですけども、そこ。第二次世界大戦嘘だって思い出しましたそれをちょっと伝えようとしたらもうその分カットをされて次の場面行ってるんですけども、それ多分昔僕伝えたでしょもう途中から笑い話いろんな部分ですよ。いろんな部分で。友人の居住区があって、もうぺっちゃんこかもしれないんだぞって言い方、友人。ついついそこね。日本の野球界で賞を取って、遊撃手って書くんですって、その辺遊んではならない。遊んでない時。ゲッツーの山、僕、セカンドでも賞を取って、守ってたから。セカンド硬いでしょ、ショート硬いでしょって。そこ、サードよりもショートとかセカンドの方が近いから投げるとき正直サードに打球飛んだとき、ある程度は速い打球のときはゲッツー取れるんですけども、速い打球じゃなかったらゲッツー無理なんですよで、まあそれを伝えたときマジで日本そこ音声消されてるんですけど、明らかにこっちの動きマジって言ってるんです。で36分35分か7分か7分ぐらいもう笑ってるうちに時間経過していきますこれね、ちゃんと真面目に見てる人はまあ騙されなかったな騙されなかったらというか、まあ、映画の世界に入り込んでなかったらまだそこを気がつかないと思うんですけども、あの H 型の方の鉄骨、鉄筋じゃないですよ、鉄骨の方にちょっとだけこう隙間ができてね、こう足が挟まってってい う、まあ早く惑星から脱出しなければならない、その隕石のね、アルマゲドン2022のその設定っていうのは、宇宙空間で、どこかの惑星で、多分月だったと思うんですけども、採掘してたみたいなんですよ。で、速いスピードを、こう、手柄を求めた女性が、速いスピードで降ろうとして、もう一人の真面目な男性は止めてるんですよ。そんな回転速度で上げたらって無理だっていうこと。隕石が割れたらどうするんだっていうこと。月が割れたらどうするんだって。そう、一部分が割れても割れたですよ。だその部分が結局その女性の手柄を求めた女性。追っていくスピードを限界値まで上げ始めて。そこも見る人が見たらもう笑ってしまうんです。すごそうなので掘ってるんですけどね。レーザーみたいなので、エネルギーしよう。話めちゃくちゃ。で、まあ結局割れて、現場もうすごいね、緊張感のある大変なことになってるんですよ。で、すぐに船も脱出しなきゃならないし、次々人は死んでいくし、で、地球に向かって、もう、月の一部分が落下し始めるって、もうガンダムの世界やった、アクシスなんか。で、地球のね、その連邦の方の、まあ、国際連、ごめんなさいね、連邦、国際連ハリウッドで作ってるし、アメリカ代表で核兵器使うか使わないのところで、使うか使わないかでね、もう落下するのを防ぐのに、
核兵器を使ったら使ったで、その空中からの衝撃波でまずいことになったりするじゃないですか。で、使ったところでどこに飛んでいくかなんかみんな分かんないじゃないですか。破片が結局降り注ぐことになるっていう結論になるんですよ、いろんなところに。本当のこと言うと、その次になんか降りに行っちゃダメですよ、根本から言いますと。それ行くまで向こうでそんな居住区とか作ろうと思ったらどんだけ金属打ち上げる、そこでエネルギーの確保どうするんですか。タンクローリー宇宙に飛ばす、まあそれがロケットなんですけども、それで向こうに運びますよ月まで。そんなことずっと往復してたら、ね、おとなしく地球でしといてもらえませんか。余計エネルギー消費してるかっていう話になるんですけども、その話を置いといて、まあ、映画の中ではね、もう早急にどうにかしてくれなかったの、もう何時間以内だったか忘れましたけども、もうこちらももう核兵器を使うしかなくなるっていう、もう結論を先に将軍に言われるんですよ。こちらも上の方にそう言われてるっていう状態のところ。板挟みの将軍。何のためのシビリアンコントロール。将軍もこうちょっとボソボソとか、それはできそうかできなさそうなことなのかって、違う大会案をね、その他の惑星の掘削チームとかの生き残りの人たちと、その兄弟がね、地球にいる兄弟が、まあ、一応だから地球にいる兄弟もその惑星で大変なことになってるその掘削チームの兄たちが危ない、そのなんとかこちらも助け相手を助けなければならないし、宇宙空間の方のそのチームもその隕石をどうにかして、地球にいる人たちを助けてあげなきゃならないって、一応ストーリー上はちゃんとすごくしっかりしてる良い内容なんですけど35分かもう一回言いますよ、35分か37分ぐらいの時にね、その鉄骨の挟まったシーンのところでね、二人で持ち上げるぞとか言うんですよ、男性と女性が。女性がちょっと足挟まってるんですけども、斜めの角度がついてこう足 上からなんか乗ったら、あ、足もべちゃこになるに決まってるんですよ。そのまま友人のところもべちゃこだぞっていう、何のこと言ってたって。これ吹き替えと吹き替え完全に日本語の声しか出てきてないから、まあそこでね、鉄骨ってまあこれぐらいの大きさあるわけじゃないですか。しかもこんな長くてですよ、絶対ビクともしないじゃないですか。ちょっと僕もね、真面目な態度でこう見てましたから、心の声の方で、それ両方ともこう全力で背筋とかの力とか両腕とか足腰の力全部使って大一気グッて上げた時どうなるかって言ったら、全身の骨パキッてすごい力入れたもんだけど、そんなもん絶対持ち上がらないから跳ね返ってくるんですよ、僕らタンクローリー持ち上げようとしたりしたことがいろんな状況があって、まあそこでね、ありえない現象が起きたんです。持ち上がっちゃったんです。嘘なんかこう次のシーンとか用意してるのかなと思ったら持ち上がっちゃったんです。で、持ち上げてる男性を見た時に思い出した、この人スーパーマンの役してた、通り持ち上がらはずそんな緊迫した場面だったってすごく真面目で、ね、いろんなことに怯えていたというか、どうすれば人々に安心感を持って見ていただけるかの話と思わんせんと考えたときに、ヒーローもの、マーブルとかいろんなものあるじゃないですか。ああいうので活躍したりした人たち、もう戦国ものでも何でもいいって。そういうふうなヒーローたちでよく見たら
何かの映画で戦ってすごかった人たち集めてもらって いろんな意味でもうそういう強い人たちが宇宙空間にくっさく行く話言っちゃダメなんですよ、言っちゃダメなんですけども、もう映画の中の話もう止まれんようになった。もうし脚本家もシナリオ書いてきて、そのお金払ってもらわなら困るって言ってこられてるとか、いついつまでいて、もう制作期間が決まって、もうここまで決まったらもう映画館でそれを放映しなかったら映画館が放映する、新しいものじゃなかったらお客さん来へんから、こちらの事情も分かってくれっていう昔の話。まあ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 、もう そういう話ならまあいろいろとっていうことで以前も見たと思う、あれ多分もう2022と書きつつ、あの多分だいぶ前に制作された映画ですよね。もう持ち上がらないはずの鉄骨持ち上がった、あこの人スーパーマンの役一緒じゃないとそこで昔言われたのがね、これ多分テレビ出演者の人たちも先に僕たちが言ってたことをね聞いて言っちゃってるんですけど、か一緒に言っちゃう方かもしれない、僕の勤務先いろんな人間が働きスーパーマンとハルク戦ってたんだったら、ハルクもてんてんてんみたいな絶対そこでハルクなじゃ、ハルクが絶対隕石止めてしまったスーパーマンがそこで変身が始まって30分じゃ1時間以内に終わってしまう、その映画効率も良くなったものだ、どちらの話一応両サイドのエネルギーの残存量問題考えていくと、もう娯楽の世界もゲーム業界とかもすごく発展してきたし、発展してきましたし、これどうするっていうことで、もう1時間映画にしとくんで、みんなその方が楽やって見る方もその日まだ家帰ってから昼間見に行ったら夜野球とか見えますよ家でテレビでね、あんまり映画見に行くのも家でテレビ見るのも買わないでしょっていうようなエネルギー使うだけ、映画館行くもんね、どうせ車で来ちゃう人は来ちゃうんでしょ、電車バス徒歩で来ないでって、せめて電車プラス歩きですよって、まあね、あの今年の8月9日フルツラーパークまで行って帰ってきて、まあ中のところいろいろ歩き回って撮影とかしてたんですけども、まあもともと撮影許可は僕が働いてた時に他のお客さんにちゃんと上の方から、あもうもちろんそんなの撮影していいからっていうこと、そこで断ったらもうややこしいことになってしまう時はなるから、本当はみんなの税金で作ってるから怒られるぐらいでいいから、もうそういうふうに教えといたいって他のお客さんに何か聞かれたら、あの中の建物とかね撮影させてもらっていいですかって、ああもうどうぞっていうそこもうさらっと言っとかなかったあと大変なことになるからいろんな意味でスタープラチナザワールドそれ仕事してる人のクレームが来た時に仕事の中で止められるでしょ動きすいませんすいません申し訳ございません、その間に次々と料理が上がってきて早い料理持って行ってもらんかったらキッチンえらいことになってるって置く場所がもうない天ぷらはもう危ない、投入したってちょっと積み上げとくわ話の分かる料理長積み上げといたらええだけやから、他の従業員でねさらにもう盛り始めたそれしか考えれなくなっていざそこが止まってしまった時にどこか大きなお皿に積み上げといたらいいっていうその出来上がったのまあ一旦あのいろんな話にあの広がりすぎるんでちょっとアルマゲドンの話もう一度戻しておきますけど
もうちょっと途中でね、まあ僕の動画って長すぎるのも問題かなと思いまして、ちょっともうこれぐらい一旦ワンツースリーみたいな形で見た時の感想を言おうかなと思います。とりあえずプライムビデオに加入しておけば、もしくは何かね、日本の580円、一月580円の方に加入したら、アベマでも日本のその再放送のアニメだとかそういったものも無料で見れたりとかしますので、まあ多分580円の方がいいと思いますよ。その辺値段の方でクレームの方が怖いからっていう、どんな訴訟が始まるかわからないかいやまあ日本の立場としては自分たちの国があんまりにも自信多いわけじゃないですか。だからちょっとだからね、そのこれあんま本当に笑っちゃダメなんですけども、地震課長と地震課長ワンセットでしょ。こうなってきたどうせ後悔で掘っていて、東日本大震災で空洞化、地面の底が空洞化していてガタンと、それを活断層とか言い始めて採掘断層って、もうそこも息ともつい飛ばしとか、もつい飛ばしなんですよ、きっと。どうせそうですよ。以上です。一旦ちょっともう37分くらい今止めた朝から階段ドサ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 やられてるからもう睡眠不足、もう今日も5時間ぐらいしか 寝てないです。もうちょっと映画でも見とかなかったらもう耐えれない。耐えさえ暖房器具なんかほぼ使ってない。シャワー入るときだけ、シャワー使うときだけ、体洗うときお風呂なんか沸かさないで。もう今年一回もまだ風呂沸かしてないですから、脱衣所、さすがに脱衣所はストーブ使います。そこさえ、あったかくしていたらもう全然楽勝ですから、シャワーぐらい。お風呂沸かさないでシャワーで済ますっていうの。そこはスキル、技術です。以上です。ちょっと続き見ますね。後で撮影しておきます。自分の感想。以上です。チャンネル登録と着信通知の設定、皆さん、よろしくお願いいたします。以上です。